生活と健康に役立つ雑学。植物のある部屋で勉強すると記憶力と集中力が向上する。植物が放つ自然なエネルギーと心地よい緑の色彩がリラックス効果を繰り返し、ストレスを軽減する。また、自然の中にいるような感覚が得られることで長時間の勉強でも疲れにくく、効率よく学習を進めることができる。1日3回、各30秒間の頬を膨らまし運動を行うことで顔の筋肉が鍛えられ、シワの予防に効果がある。この運動は頬を膨らませる簡単な動作で顔全体の筋肉が刺激される。特に年齢とともに気になる外側や口元のシワの予防に効果的。また血行が良くなり顔色も明るくなることが期待できるため、日常のスキンケアにプラスすることでより若々しい印象を大切に手助けになる。蚊に刺された箇所は温めるとかゆみが消える。窓枠のゴム部分の黒カビはキッチンペーパーにカビキラーを含んで拭くと効果的である。トイレの汚れが落ちないときはキッチンペーパーにクエン酸を含めて使うといい。蓋のカビや排水口の裏のカビを防ぐためには裏側に銅テープを貼ると効果的だ。暑すぎると配管が傷むので熱湯を流すときは蛇口から水を出しながら流す方が良い。時短できるレトルトカレーは湯煎するのが効果的だ。カビは多湿が大好きなため1日に数回除湿器やエアコンの除湿を使うといい。生ゴミは新聞紙で包んだりビニール袋を二重にして捨てると良い。ダニを死滅させたいときは50度の熱に20から30分さらすといい。機内モードの状態で充電すると普通に充電するより充電速度が速くなる。スマホをトークルームで使うとよく読まずにメッセージを確認できる。歯を磨くタイミングは食後30分経たず磨くのが理想的である。お風呂場のカビは壁や床など汚れやすい場所にできるため浴室全体に冷水をかけるから出ると良い。寝ている時によだれが出る人は舌を上顎に押し付けるような位置に置いて食事の時によく噛むことが大事である。ご視聴ありがとう。チャンネル登録してから次の動画に進んでください。